はいどうも、新一おじさんです。今回は京急本線にある早口言葉が言いたくなっちゃうような駅、生麦生米生卵、すいません滑舌が悪いのでちゃんと言えませんけど、生麦駅を紹介したいと思います。普通浦賀行きが花月総持寺駅を発車したところなんですけど、次の停車駅は生麦駅。今は下り線だけ退避できるようになっている3本線路が敷いてある駅なんですけど、もともとはこの上下の2本だけだったんですね。だからこのように見ていると、もともとまっすぐだったっていうのがわかるんですよ。正面向かって右側にはすぐ JR の線路があって、用地的にちょっと上り線は作れなかったんですね、待避線を。でもあの待避線、上り線の方は京急鶴見駅の方に生麦駅よりも10年ぐらい前にできてたんじゃないかな、確か。優等列車の速達性を向上させるために限られた用地内で工夫をしてきたんですね。左側の1番線の方は今は通過列車のみなんですね。この位置から見るともともとまっすぐだったのが分かりますよね。この正面奥から伸びてきて、こちらから見て右にカーブしているのが上り線で、こちらの方はあの120キロでも高速通過できるように半径2000メーターの緩やかなカーブになっています。そして何やら踏切の警報器の音が聞こえるんですけど、ずいぶん前の方に踏切があって、そんな大きな音しないと思うんですけど、まあこちらの方は後で紹介しますね。そして目の前にある分岐器、こちらのあの対比線側じゃなく左側の本線の通過線になっている側の分岐器なんですけど、ノーズ可動式といって、まあ隙間ができなくなってんのかな。これちょっともうちょっとアップしてみるとわかると思うんですけど、今ちょうど通過列車が走り去っていってますね。結構な勢いで走っていくので、そのようなものが採用されたのではないかと思うんですけど、これから稼働します。わかりましたかね。アップにしてこのように丸で囲ってある部分なんですけど、左右で違いますよね。通過線側の方はあのようにノーズ可動式になってるんですよ。もうこちらの横浜側の方だけで、品川側の方は普通の固定式になっているんですね。そして生麦駅での停車時間は、普通列車は日中はだいたい6分ぐらいですか、2本の通過列車を待ち合わせしてからの発車となります。朝のラッシュ時だけは2分の停車だったり8分ぐらい停車したりと、いろいろみたいですね。本当でもこの通過列車の速度120キロっていうのは速いですよね。あっという間に去っていきますね。そして使用されていない1番線のホームの方には、このキリンビールの横浜工場に行こうなんてね、書いてあるんですよ。ここから10分ぐらいのところにあるんですね。なので列車接近メロディーもフランク・シナトラのニューヨーク・ニューヨークですか、キリンビールの CM で使われていましたね。これ大正時代にあった関東大震災で横浜の山手にあった工場が潰れてしまったので、こちらの方に移転してきたと。まあわざわざ選んだんですかね、生麦という場所をね、ビールだけに、そんな感じしますよね。今度は花月総持寺側のホームの端に来ているんですけど、あの位置の停車位置が6両分ですね。ホーム自体は8両まで対応しているんですよ。下りの待避線ができてしばらくは急行列車も止まっていたので、まあ8両の対応になっていたんでしょうね。そして何やら音がするので振り向いてみると、相鉄と JR の直通列車がひょっこりトンネルから顔を出してきましたね。ちょうどね、この花月総持寺側のホームの端の方からは結構 JR 線の多種多様な路線の電車を見ることができます。こちら東海道線の踊り子号ですね。今踊り子号が走っている東海道線の手前には貨物線があり、
そして JR と相鉄線の乗り入れしている電車が通る、そこももともと貨物線なんですね。一番手前側も貨物線で、まあ貨物電車も見ることができるんですよね。そしてあちら東海道線の向こう側に京浜東北線が走っています。京浜東北線のさらに向こう側には横須賀線が走っているんですね。またまたま今横須賀線の電車じゃなく湘南新宿ラインの電車が走ってますね。そして隣の800メーターぐらいしか離れてないと思うんですけど、花月総持寺の駅が見えましたね今。そしてこちら通過列車が通っていきます。海徳の三崎口行きですから。いや早いですね。やっぱり上り3番線もあのような速度で通過列車が通過するので、ホーム上の移動をするのは危ないということで、ホームの上にこのような通路が設けられているんです。普通列車しか停車しない生麦駅ですけど、1日の利用客がだいたい2万人は超えてるのかな。まあそれなりに利用者数が多いので、このようにホームの上に通路ができています。窓からやはり隣の JR が見えますね。サフィール踊り子号、これ一回乗ってみたいんですね。結構豪華な列車みたいで。そしてこちらが改札口に一番近い階段なんですけど、ホームへ行くこちら降りていくと、先ほど電車内から聞こえていた警報器の音の理由がわかるんですね。こちらに警報器だけが設置されているんですよ。やはり高速で列車が通過するので、まあ乗客の人に注意を促すためにもこのような感じで警報器が置いてあります。これもまた珍しいですよね。踏切がないのに警報器だけがホームの横に置いてあると。そして結構な勢いで来るんですよね、これ。エアポート急行、羽田空港行きがかなりの高速ですよね。120キロに近いものを出していますね。これじゃあやっぱり階段を降りてきてすぐこのような通過に出会っちゃうとびっくりしちゃってね、事故になりかねませんからね。警報器で注意を促しているんですね。そしてこちら使用されていない一番線降りていく入り口ですね。今はほぼほぼ使用されていないので、すべて2番線から発車いたしますと。稀に事故とかなんかで臨時に使うことがあったような感じはしたんですけど、まあそうそう1番線を利用することはないんでしょうね。今度は改札を出て駅の周りをちょっと見てみたいと思います。こちら改札から階段を降りてきて1番線のところを見てみようと思うんですけど、こちらの駐輪禁止と書いてあるその奥のところですね。何やらホームに何かをこう物を運んだりするような昇降機みたいのがありますね。使われていないようなものなんですけど今は。そしてこちらの外、改札へエレベーターで行けるようになってるんですけど、上に1番線のホームにも実は反対側にドアがついていて、中乗るとボタンもついてるんですけど、まあ押してもそこ1番線のホームには止まらないようにはなってるんですけどね。こんな感じですね、使用されていない1番線ホーム。生麦駅を外から見てみると、ホームの上にあった通路の部分ですか、これが窓なんかもついてて、これなんかどっかの工場とか倉庫みたいな感じに見えますよね。そしてこれ生麦駅を遠目から見たやつですね。ちょうど並走バトルしてますね、これ。青い電車の踊り子号、京浜東北線、そしてブルースカイトレインと、で奥には工場のように見える、いや工場というか倉庫、どっちでもいいんですけどね。まあ長々とお付き合いありがとうございました。今回の動画はこの辺で終了したいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。